行こうよ。心配せずとも、警察層に一切危険はない。趙雲が外側、僕が内側を見張っているから、何も問題は起きないだろう。ええ、私の調査にも進展があったわ。もう行動を起こすのかい？一緒に行動しようぜ。旅人パイモン、ちょうどいい時に来てくれたわね。ここ最近いろいろと捜査をして、砲塔団に関する手がかりを見つけたわ。車輪の痕跡に加え、花火を放送していた紙くずを路上で少し見つけたの。その手がかりをたどっていくことで、失われた貨物は見つけたけど、砲塔団のメンバーはいなかった。逃げるというより油断していたようね。あそこは彼らが盗品を置く拠点だと思う。彼らはその場所が見つからないと過信し、見張りを手配しなかったのでしょう。そこには花火が大量にあったわ。多分警察層の分だけじゃないわね。他の場所に設置した花火も盗み、全てそこに置いているのでしょう。警察層に駐在していた戦艦軍に総務士への報告を頼んだわ。すぐに総務士が人員を招集し、その場所を中心に捜査を展開する予定よ。戦艦軍に知らせたんなら、国政が直接行かなくてもいいんじゃないか？砲塔団はいつも狡猾よ。遊撃隊は他に配置している可能性があるわ。もし彼らが異変を察知して花火を他の場所へ運べば、手がかりは途絶えてしまう。だからきちんと目を光らせておかないと。もしかしてお前、相手の数が多くなかったら自分一人でそいつらを倒しに行くつもりじゃないよな？そんな無謀な方法は私のやり方じゃないわよ。私はただ偵察の仕事をするだけ。でも今は君たちの助けがあるし、その考えも決して無理じゃないでしょうね。おいおい、本気かよ。ええ、では早速出発しましょう。あの砲塔団は花火を確認するために戻ってきたようね。二人とも隠れて、ここで様子を見ましょう。おかしら、花火はこれぐらいで足りますかね？何言ってんだ、こんなんで足りるわけないだろ。しかしおかしら、花火をこれ以上用意するには城内に行って盗むしかないですよ。だったら光らなくてもいい。音が出るものを用意しろ。確か爆竹と言ったか、あれを持ってこい。俺たちの目標はできる限り大きな騒ぎを起こすことだ。全ての戦艦軍の注意を引けば、野郎どもも行動しやすくなる。分かったか？分かりやした。お頭は本当に頭がいいっすね。今回こそはがっぽり稼げますよ。しかしお頭、野郎どもがみんな出払ってる今、ここに残った人数じゃちょっと心もとないんじゃないですか？その点は心配すんな。怪盗祭ではいろんな催しがある。戦艦軍は今頃忙しくしてることだろう。ここに来ることは絶対にない。おい野郎ども、気を引き締めろ。
あともう少し品を手に入れたらそろそろ。お頭、お頭、大変だ。どうした？情報が漏れたみたいだ。千眼軍がもうそこまで来てる。それに俺たちが置いた見張りも全部捕まっちまった。仲間が花火に火をつけて千眼軍をかく乱してなかったら多分俺も捕まってた。お頭、早く逃げましょう。千眼軍がどうして情報を、しかもこんなに早く。さあ、今はそんなこと考えてる場合じゃない。花火はここに置いてく。逃げることを優先しろ。俺たちが捕まらない限りまだ計画は終わっちゃいねえ。どうやら私たちの出番のようね。ああ、行こうぜ。武器を捨てて両手を上げなさい。くそ、邪魔をしやがって。今すぐこの刀で。何？お前は幽変国政。ふん、私を見て止まるということは少しは物分かりがいいよね。もう一度言うわ。武器を捨てて両手を上げなさい。まず、おとなしくしていればいいものを。幽変の手で裁かれるとはしょうがねえ。じゃあ私の質問に答えてもらおうかしら。こんなにたくさんの花火を盗んで何を企んでいたの？俺たちはただ…正直に言えば少しは罪が軽くなるわよ。わかった。この花火を俺たちは城内へこっそり運ぼうとしてたんだ。そして怪盗祭が開催されたらそれに火をつける予定だった。花火は強い光を放ち爆音を響かせる。だから火をつければ騒ぎが起こるだろう。その隙に城内に入って人稼ぎしようとしてたんだ。だが数がまだ足りなかったから。だから。そうなら君たちは複数の小隊を配置して花火を盗んでいたのね。そうだ。もともとは大勢で盗みに行かせてたが、そのうちの一人が飛雲紹介に捕まって幹部に連れてかれたと聞いてな。おかしいと思ったんだ。飛雲紹介とは何の関係もないはず。それに俺たちが盗んでたのは幹部のもんだったわけだし。いや、とにかくあの捕まったやつが全て吐くんじゃねえかって心配してたんだ。まさかそのタイミングでお前に捕まっちまうとは。さっきお前たちの仲間が千眼軍も来てるって言ってたよな。そうだ、なぜか知らないが千眼軍も俺たちの見張りの情報を事前に知ってたようだ。奴らはこっそりと見張りをほとんど無力化した。その情報を途中で掴んでなかったら俺たちも捕まってただろう。今もう捕まってるだろ。それはどうやら千眼軍は以前捕らえた砲塔団の口を割ったようね。この近くにも砲塔団の残党がいるかもしれないわ。安全のため場所を変えましょう。旅人、この砲塔団たちを警察層にいる千眼軍のところまで連れて行ってくれる？私はもう少し調べてから合流するわ。ええ、君もね。警察層で会いましょう。これがこちらで用意できる最後の花火。
これ以上問題が起こらないといいのですが。安心してください。もうすぐ幽変様が直々に問題を解決してくれます。私たちもここで見張りをしていますし、何も起こらないでしょう。ああ、その通り。おや、旅人戻ってきたのか。後ろにいる二人はもしかして。敵陣に深く入り込むのは実に危険な行為だ。僕も一緒に行っていれば。そう言うな。旅人の実力は僕たちも分かっているだろう。しかしどうやら僕たちは知らない間に事件解決への手柄を立てていたようだ。そうだぞ、さすがだな。つまり義経の道とは元より天地の間に存在し、機会があればおのずと訪れるというわけだ。お前らが、お前らが花火を盗んだのか。許せん。落ち着いてください。とにかく犯人は無事捕まりました。旅人さん、ありがとうございます。しかし国政様は一緒ではないのでしょうか。国政は他にも宝刀団がいないか心配して辺りを調べてるんだ。そうだったんですね。さすが国政様、抜かりありません。先ほども追加で千岩軍の応援が来ていました。多分総務士の手配でしょう。聞いたところ逃亡していた宝刀団をほとんど捕らえたようです。これで少しは安心できますね。こちらの宝刀団の方は私たちにお任せください。城内へ連れて行き、彼らの仲間と同じように裁きを与えます。これで事件は解決したようだ。残って花火を見たいのは山々だが、もう行かなくては。もう日運商会に戻るのか。まだ仕事が残ってるのか、ゆくあき。祭り期間中はやるべきことがたくさんある。だが心配はしないでくれ。使用人たちも一緒に手伝ってくれるし、最悪趙雲にも手伝ってもらおうと思っている。まだ手伝わないといけないのか。友としてそれくらい当然じゃないか。遊ぶのはやるべきことが終わってからだ。この道理は君もわかるだろう。まあ断りはしないが。まさに大勢で薪を拾えば焚き火の火は高くなるだ。この言葉と同じように適切な人に仕事を任せれば何も問題はないというわけさ。明らかに口のうまいやつが他人に仕事を任せているようにしか思えないんだが。まあ細かいことは気にするな。終わったら僕が何かおごるからさ。では僕たちは先に失礼するよ、旅人。そういえば旅人さん、国政様がいつお戻りになられるかご存知でしょうか。警察層へと運んだ新たな花火ですが、数に限りがありまして足りるかどうか不安なんです。俗に盗まれた花火を取り戻せるといいのですが。うえ、爆発音だ。まさか花火か。宝刀団の仕業か。まずい、敵に遭遇したのかもしれない。早く助けに行こう。行こうよ。爆発音が聞こえたんだけど、
砲塔団が花火で残党に合図でも送ったのか？いえ、そうじゃないわ。地面にいくつか花火が落ちてるのを見かけて、ちょっといじってみただけなの。そしたら、うっかり導火線に火をつ…じゃあ、敵はいないのか？よかった。おいら、てっきりお前が悪い奴らに包囲されたのかと思ったぞ。ごめんなさい、君たちを心配させるつもりはなかったの。でも幸い、近くに砲塔団の残党はいないみたい。この件はこれで解決ね。やったー、これで花火が盗まれた件も一件落着だな。悪い奴らの思惑通りにならなくてよかったぜ。あんなに綺麗な花火があいつらのせいで無駄になっちゃってたら、オイラたちの楽しみも一つなくなってたからな。そうだ、国政は花火大会の責任者だし、花火を見るのにいい場所を知ってるんじゃないか。もちろんよ。花火鑑賞に最適な場所は軍玉閣を置いて他にないわ。安心して、私たちの約束は覚えてるわよ。でも今は一旦総務省に戻って花火の一件の後処理をする必要がある。この件に関することは私に任せて。本当にお疲れ様。空き時間を利用して城内を歩いてみて。終わったら私も君たちの元に向かうから。そっか、絶対来いよ。ええ、約束よ。国政は忙しいな。終わったら来るって言ってたけど、本当に終わるのかな。なんで行幸が心配してたのか分かった気がするぞ。このままだと国政は怪盗祭を逃しちゃうだろうな。そうだな、勝利と会う約束をしてたし、休みに関することもいろいろ分かった。それを勝利に伝えようぜ。勝利は三倍酔いでオイラたちを待ってるって言ってたから、そこに行こう。あれって勝利先生のおっしゃる通りです。いただいたご意見は肝に銘じ、次の公演に役立てたいと思います。雲錦殿は実に謙虚であられる。人の意見をこれほどまでに素直に聞き入れるとは、劇の質が上がり続けるのもうなずける。いえ、まだまだ未熟者です。それに時には意見を聞き入れないほど意固地になることもあります。勝利先生のように見識の深い方だからこそ、私も腑に落ちるのです。勝利、帰ったぞ。ん？おや、お知り合いだったのですか。おう、よく知ってるぜ。勝利先生のような博識でつつましい方と知り合える機会は誰にでもあるものではありません。旅人さん、あなたは実に人受けのいい方のようですね。お褒めいただき感謝する。一介の凡人に過ぎない俺が旅人に出会えたのは実に光栄なことだ。よく言うぜ。お二方は何か話があるのですよね。私がいては無粋というもの。ちょうどこの後新縁さんとの約束がありますので、私はこれで。ではごゆっくりどうぞ。ああ、おう、またな。では二人とも何か収穫は。それらの意見、お前はどう思った。そうそう、来る途中にもう考えておいたんだ。オイラたちの目標は分かりやすくて簡単で国政を説得すること。そうだったよな。だったら
食べることをお題にすればいいと思うぞ。ほら、美味しいものが嫌いなやつはいないだろ。誰だって食に対しては自分の考えがある。きっとうまくいくと思うぜ。ふふん、今回は自信があるんだ。例えばリーユエにすごく腕のいい料理人がいて、リーユエにすっごい大きな酒楼を開くんだ。そこには毎日たくさんのお客さんが来る。だからその料理人も毎日とっても忙しくしてるんだ。それでそれで、この後はどうしよう。それだ。でもなんでだ。さっき料理がうまいって言ったばかりなのに。結果を急いで述べる必要はない。料理人のことをもっと詳しく描写してみるのはどうだ。料理人のこと、どんなことでもいいのか。ああ、心を語るにはそのものを知る必要がある。まずはお前の言うその人物を知ることから始めるといい。おいらそこまで考えてなかったぜ。やるな勝利。他者の考えを数多く聞いてきたのだろう。ならばそれを物語に取り入れてみるといい。さすれば根拠が増し説得力も上がる。おう、じゃあそうだな、竜音釈放神君はなんて言ってたっけ。種をコツコツと植えるのは収穫の喜びを味わうためであろう。特徴をよく捉えているな。そうか、おいら思い出したんだ。確か仕掛け作りのために神職をおろそかにして成果を検証する時間がなくなっちゃったら、自分の作った料理を食べない料理人と同じになるからきっと問題が起こるって言ってたぞ。本末転倒になるのは決して良くないことだ。そうそう、竜音釈放神君もそう言ってたぜ。じゃあ物語の料理人もうまい料理を作るけど自分では食べない設定にしよう。自身の作った料理を食さないのにはきっと理由があるのだろう。おお、それは忙しいからだな。毎日お客さんを接待して注文を受けて、それから厨房で料理をする。それだけでも大変なのに、その上毎日朝から晩まで休む時間もご飯を食べる時間もないんだ。物語は誇張した方がいいだろ。こうドカーンって花火みたいに。料理人は愛着のある仕事を仲間に任せることに抵抗があったのだろう。そして自身の技術を過信しすぎたがゆえに全てを自分一人で行っていた。すっごく苦労しそうな人生だな。そうそう、その料理人はそれを分かってなかったんだ。それともう一つ重要な言葉が、なんだったっけ。あ、思い出した。休息はより良い仕事のために、エイヒが言ってた。料理人はどんどん忙しくなって背中も曲がり、目の下にも濃いクマができていた。お客さんも店をしばらく閉めて休むように説得したけど、料理人は全く聞き入れなかった。霧の中視界を遮られるのと同じように、目の前の雑務だけに目を向けていると遠くにある高き山さえも見えなくなってしまう。その後料理人の心はますます疲れていき、料理の味も衰えていった。お客さんも料理人を説得できず、美味しいものも食べられなくなり、だんだん店に来ることをやめた。休息というのは昔から重要なことだった。人生において確かに休むのが難しいことも多々ある。だが無理やり何かを行うことはやはり得策ではない。
簡単な物語だが、それの意味するところは実に深い。聞き手が思慮のあるものならば、その中に秘められた真髄を理解するだろう。どういうことだ？オイラの物語が良かったってことか？誠実は人の心を開かせ、中言は誤った道に気づかせる。実に良いものだ。賢明な幽変であれば、きっとお前たちの言いたい言葉を理解できるだろう。本当か？やったぜ！先の事件が一段落し、彼女もきっと疲れを感じているはずだ。この機会に声をかけてみるといい。お前たち二人ならきっと成功する。イヒヒ、勝利は口がうまいな。お前からそう言われるとすごく安心できるぜ。じゃあ国政のところに行こう。今回の事件はひとまず収束したけど、気を緩めてはダメよ。今後このような事件を発生させないためにも、警察層付近の見回りを強化し、他の花火の設置場所にも人員を合理的に配置する必要があるわ。は、国政様。そうだ、前に千貫軍の見回り経路を増やすと総務士が言っていたけど、その件はどうなったの？すでに手配しています。しかし様々な理由から未だ城内にいくつか行き届いていない場所がありまして。新しい見回り図はできてるのかしら？私にも一つちょうだい。時間があるときに見るから。かしこまりました。見回り図はまだ作成中ですので、今しばらくお待ちください。そう、それと国政様、ご友人がいらしたようです。国政、まだ忙しいのか？花火は見に行かないのか？あら、約束は軍玉閣だったはずだけど、どうしてここに？オイラたち、お前の言う通り城内を回ったんだ。景色がすごく綺麗だったぜ。お前もいたらよかったのに。まだやることがあるのか？些細な事務よ。別に急を要することじゃないわ。ただもともとこれらのことは早々に処理しようと。どのようなことでも私たちにお任せください。国政様はずっとお忙しかったのですから、そろそろお休みになられてはいかがでしょうか？私の予想では旅人さんは国政様に休むよう伝えるため来たのですよね。すごく大切なことなんだ。今すぐお前に伝えなきゃいけないくらいな。そうなの？じゃあ慶長、ここは任せたわ。かしこまりました。旅人パイモン、話なら軍玉閣に行きましょう。あそこは景色が良くて人も少ないから会話するのにぴったりよ。うん、ここでいいわね。話したいことって何？おう、この美しい景色と一緒にお前に聞かせたい物語があるんだ。いいか？いいわよ、しかと聞かせてもらうわ。オイラたち、さっきテイワットで大変なことが起きてるって話を耳にしたんだ。すっごい料理人が厄介な問題に遭遇してるって。ん？リーユへの料理人かしら？瑠璃邸の人？それとも新月剣？そう、モンドの料理人、すごい美味しい料理を作るんだ。その人は城門近くで店を開いてて、料理の腕もすごくいいし、早くて美味しい料理を作れるからお客さんもどんどん増えていったんだ。隣の花屋の店員はそんな忙しい彼を見て、
そろそろ人を増やした方がいいって言ったんだけど、料理人はその言葉に耳を傾けなかったんだ。この良質な食材を素晴らしい料理にできるのは自分しかいない、他の人では助けにならない、彼はそう言ってた。いい料理を作るには自信を持つ必要があるわ。彼はいい料理人のようね。彼の周りの人もそう思ってたんだけど、それから半年後店には誰も来なくなったんだ。ん？驚いただろう？理由を聞きたいか？忙しすぎて病気になったとか？ブッブー、不正解。答えはお前から言ってやれ。正解！料理人は頑固なせいでそうなっちゃったんだ。彼は忙しすぎて毎日料理を美味しく作ることやお客さんをもてなすことだけを考えてた。でも自分も同じように食事や睡眠を取らなきゃいけないただの人間だってことを忘れてたんだ。そいつは食事をする間もないくらい忙しくて、自分の作った美味しい料理を食べる暇もなかった。眠くなっても人に頼ることなく、自分にしかこの世で一番美味しい料理を作ることはできないって固くなに思ってた。その後人々は彼を説得できないと諦め、そいつから離れていったんだ。それで本来の料理の味を忘れちゃったそいつ自身も腕が落ちていった。そして結局店は潰れちゃったんだ。なるほど。過度な自信はかえって人を失望させる。そして物事を急いでやるとかえって立場を失うということね。それで物語はこれでおしまい？そうだ、もう続きはないな。いい物語が作れたって言ってただろう。作れた？だ、いや、これは違くて、その、おいらたちはただなんていうか、実にシンプルで気になるような続きもない物語だったけど、何事も行動する前に己の限度を知り最善を尽くす。私も当然その道理を頭では分かっているけれど、自分のこととなると時折それを見失ってしまうのよね。ええ、高い山を登ると山々の間にある雲が見え、船に乗ると海の上にある霧が見える。だからこそ時々自分がどこにいるのかを確認し、霧を払い本心を見極めなければならない。じゃあ今の国政の本心は何なんだ？私の本心私の本心は時間がゆっくりと流れるようになってほしいってところかしら。その機会に城内を巡って会うべき人に会ったり見るべき花火を見たりしたいわ。思い返すと昔の私は今よりもせっかちで、私と一緒に仕事をする人はみんな3ヶ月と持たずに辞めていた。君の言う通り程合いは非常に重要ね。でも私もちゃんと進歩しているのよ。それはわかるでしょ。それに君とパイモンとも約束したわよね。一緒に今年の花火大会を見る約束。だからこの良き回答祭を祝して、旅人パイモン、君たちと一緒にいられてとても嬉しいわ。今回の花火大会の責任者は私で、私も自分のできる最善の努力を尽くしてきた。何があっても君たちに今回の盛大な行事を楽しんでもらいたいの。こうして足を止めて花火を鑑賞し、リーユエコーを眺める、とても幸せなことね。
怪盗祭を祝して、それとありがとう。様が用意したものが届きました。旅人、ここで少し待ってて。動かないで。ああ、重要なことみたいだな。専属したテアが作ってくれたの。異国風らしいけれど、どう？似合うかしら。すっごく綺麗だ。そろそろね、旅人。今年の怪盗祭の目玉、花火大会を楽しんでちょうだい。おしゃれた服を着てるじゃないか。見識ある北斗船長に褒められるなんて、この衣装も報われたというものね。薬先生、診療お疲れ様でした。ありがとうございます。お気になさらず。怪盗祭、怪盗祭を祝して。今年の花火は綺麗だったかしら。私たちの祭りに期待していた人たちが心から楽しんでくれていることを願ってるわ。本当？私に気を使ってそう言ってるわけじゃないわよね。意見があるのなら素直に言ってよね。とにかく祭りの期間中はもし時間があったら歩き回ってみて。なかなか見られない光景だから見逃さないでね。私も空き時間がもっとあったらいいのに。
君を連れて町を回って今回の怪盗祭のために頑張って用意した装飾を見せてあげたいわ。